はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の速度と加速度丸に平面上の点の運動編をお送りします。で、あ、そうそうそう、で、前回ね、丸一やった時に、直線上の、点の運動編やったんですけど、タイトル書き間違ってて、点のが抜けてたんですよ。直線上の運動編になっていて、これ動画、2本目ね、これアップした時に、こっそり動画のタイトルだけ、書いてあるんですけど、ご容赦ください。申し訳ない。で、今回はその平面上の、運動の方をね、1問だけやっていきますので、ぜひね、動画止めていただいて、チャレンジしてみてください。で、やってもらって分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分がこの問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、さっき言ったね、前回の動画に関しては、物体、ボールでね、例えましたけど、真上にこう、ドーンって上げて落ちてくる。つまり直線のね、運動しかしてなかったんですけど、今回は平面になりますと。だから、X 軸、Y 軸みたいな。そういうね、平面、二次元で考えていきましょうと。ただ、やることはですね、結局速さと、加速度を求めていくので、大して変わんないです。前回やったこととね。変わらないんですが、ここでちょっと細かいことなんですけど、言葉を少し確認しておきます。今回ね、前回は本当やってもよかったんだけど、前回1本目だったんでね、ちょっと2本目でやろうと思って。で、今回は速さと加速度なのね。で、前回やった時って、速度。と、加速度、これを求めました。これね、V と A ですわ。で、これやったんですけど、実はですね、今回速さを求めるんです。速さで、速度と速さって実は同じように見てこう違います。厳密に分けなきゃいけないと。で、何が違うかっていうと、こっちに関しては、今回ね、2問目はベクトルこうやって出てるんですけど、前回は HT が与えられてたんで、それをじゃあ、HT を例えに出すと、1回微分すると、速度が求められますよと。で、2回微分すると、加速度出ますよ、みたいな。そんな話をしましたよね。で、実際今回やるのも同じです。微分1回したり2回したりっていう風に求めていくんですが、速度っていうのは、ここでも書いてあるベクトルを使います。V ベクトル。で、加速度は A ベクトルって、こうやって表すと。その速度、加速度は度ね、がついてる。こいつらはベクトルで表すの。つまり、向きと大きさを考えることによって表されてると。こいつらはね。で、今、速さありますよね。速さっていうのは、ちょっと言い換えると、速度の大きさなんです。速度の大きさ。だから、この V ベクトルに絶対値がつきます。絶対値をつけることによって大きさになるからさ、ベクトルね。だから、絶対値 V ベクトルと書いて、これで速さとなります。速度はただのベクトルなんですけど、速さは大きさだと思ってください。大きさと言い方もちょっとね、ニュアンス間違って伝わるかもしれないけど。だから問題によっては、加速度に関しても、加速度の大きさと言われることがあります。で、これも違います。加速度は A ベクトルなんですけど、加速度の大きさと言われたら、絶対値 A ベクトルと。大きさだからね。それを分けてください。速度と加速度はベクトルです。大きさと向きを考えていると。で、速さと加速度の大きさに関しては、大きさを考えているので、つまり絶対正です、こいつらは。負を取ることはありません。いいかな？で、求め方は若干ちょっと変わってくるので、そこも気をつけていきましょう。はい、という感じで、前置きね、長くなりましたが、行きましょうか。で、今回はですね、平面上って考えてるので、さっき言ったね、X 軸と Y 軸。X 座標と Y 座標を考えなきゃいけないのね。平面だから。ただ、その P ね、動く、運動する点 P が XY と置きましたと。で、前回と同じように、時刻 T における座標が、こうやって、表されてる。X と Y2 個必要なので、それぞれに式が与えられてますと。その時、点 P の時刻 T における速さ。速さ、こっちね。こっち。速さ V ベクトル。絶対ついてないけどね。速さと書いてあったら、こっちを求めます。と、加速度 A ベクトルの大きさをそれぞれ求めると。これも A ベクトルの大きさだから、こっちね。だから今回求めたいのはこっちです。ターゲットは。で、やることは、まずじゃあ速さの方。こっちね。V ベクトルの方から行くと、絶対値 V ベクトルから行くと、やっていくことは、速さも速度も、これは1回微分するわけよ。前回やったけどね。で、今回もします。これ、1回微分していきたい。で、T でベクトル、T で微分するから、dx, dt ですね。x を t で微分しますと。
そうすると右側、これは積になってるから、e の t 乗と cos t、まあ、順番どっちでもいいけど、微分してそのまんま、プラスそのまんまと微分ね。じゃあ微分するから、e の t 乗は微分しても e の t 乗。で、そのまんまだから cos t。足すことの、そのまんま。で、cos t 微分すると、マイナスサインだから、ここ、マイナスに変わって sin t と。こうなります。で、一応、くくっておこうか。e の t 乗でくくっておくと、cos t マイナス sin t となりますと。で、同じように、y、こっちね。も、t で微分すると、dy dt ですね。で、これも積になってるんで、微分してそのまんま。足すことのそのまんま。で、sin t 微分すると cos t です。こっちは符号変わらないからこう。で、これもくくっておきましょうか。こうなって、sin t、プラス cos t がこうなります。それぞれ微分しただけです、今はね。で、もし速度を出せって言われたら、これそれぞれ x と y 微分したものをカッコの中にこの x の方、こう書いてチョン、こう書いてこう書けば、速度の方はこれで OK です。v ベクトルね。もし出せと言われたら。だけど今速さです、こっち。速さ。てか絶対値の方出さなきゃいけないので、これの出し方は、こうね。これはそれぞれ微分したものを2乗して2乗してプラスしてルートに入れます。まあ今までやってきたよね。絶対値出すときの。だからまずこれ2乗しましょう。e の t 乗を微分すると e の 2t 乗。で、まあこれは一回その書くか。cos t マイナス sin t の2乗と。足すことの下ですね。y の方。これも2乗すると e の 2t 乗。で、一応括弧そのまんま。二乗して、で、これをルートの中に入れると。こうですね。これが求め方。速さね。で、あと、カッコの中でね、ルートの中まとめていきましょう。で、カッコをこれ展開すると、一応やるか。これ展開するとさ、コサイン二乗 t マイナス、2サイン t、コサイン t、プラスサイン、二乗 t。こっちね。展開すると。e の 2t 乗ちょっと考えない。今、くくったと思ってください。で、右側の、これ2乗すると、サイン2乗 t とコサイン2乗 t が出てくるから、これ2なんだよね。2個増えるから、こうなる。で、真ん中が、プラス2サインコサインになるから、こう消えるんだよね、ここ。つまり残るのが、2サイン2乗と2コサイン2乗だから、くくると、まあ、こうなるわけ。で、今までいっぱい使ってきたけど、サイン2乗プラスコサイン2乗ってのは1だもんね。これ公式で。1だから、つまりここ2なんだわ。2。で、もともと今やってることは、e の 2t 乗で先にくくってしまって共通だから。くくってしまって、括弧の中整理しましたよ。整理したら2になりましたよってなったから、結局これ、ルート 2e の 2t 乗とこうなります。で、まあルートの中ね。これは、ルート 2× ルート e の 2t 乗と分けれると、ルートは。で、e の 2t 乗を丁寧に書き直すと、e の t 乗の2乗なわけ。ルートの中が2乗になれば、その2乗を使うことによってルートが外れるでしょ？外に出てこれるから。つまり、e の t 乗が出てくるから、で、まあ、先にね、ルートに書かなきゃなんで、ルート2 e の t 乗となって、これで終了となります。速さの方はね。だからやることに関しては、まあ、そこまで大きく変わらないです。微分して、まあ、ここのね、1個、プラスはされてますけど、微分して、その後、計算を丁寧にやっていってください、といった感じ。で、もう1個加速度ですね。で、今回は加速度の大きさ。だから、こっちね、を出したいと。で、前回もやったように、加速度は2回微分します。まあ、h で、ダブルプライム t、前回ね、使いましたけど、なんで、2回微分したい。で、1回微分してるから、2回が、d 事乗 x の、dt 二乗ですね。2回微分。で、これを微分すると、これも積だと考えて、微分してそのまんま、そのまんま微分なので、微分して、そのまんま、cos t、マイナス sin t。で、プラス、そのまんまの微分するから、これを。cos t 微分するとマイナス sin。で、こっちがマイナスコサインですね。こうなる。
で、これまとめておくと、どっちが消える？コサインが消えるか、コサインプラスとマイナスで消えるから、こう消えるので、マイナスサインとマイナスサインになるから、マイナス 2e の t 乗、サイン t とこうなります。まとめるとね。で、もう一丁。d の2乗 y、dt 2乗。y の方も 2回微分しましょうと同じですね。やっていくと、微分して、そのまんま。sin t、cos t と。で、足すことのそのまんまで微分すると、sin が cos に変わります。cos がマイナス sin に変わるから、こうと。よいしょ。で、こっちが sin が消えますね。プラスとマイナスで消えて、コサインプラスか。だから2コサインになるから、2e の t 乗コサイン t と、こうなりましたと。あら、入んないね。入んなかったね。ちょっと上行こっか。お前どこ行った？あった。やつ残しちゃった。ちょっとここ使いますね。このちょっと右のポイントは残しておきたいので。よいしょ。で、どうするかっていうと、まあ同じです。結局、絶対値、A ベクトル求めたいので、2乗して足してルート。で、これ2乗すると、4、E の 2t 乗プラス、プラスじゃないよ。sin の2乗 t ですね。こう。プラス、下、2乗すると、4、E の 2t 乗。で、cos 2乗 t と。で、ルートに入れましょうと。で、まあ、くくりましょうか。4の e の 2t 乗でくくると、まあ、さっきと同じだね。sin 2乗プラス cos 2乗と素敵な形が出てきますと。つまり、カッコの中1だから、結局、ルート 4e の 2t 乗。で、これは、ルート4が2となって出てくるし、ルート e の 2t 乗はさっきと同じね。e の 2t 乗として、まあ、e の t 乗として出てくるので、結局、加速度の大きさは 2e の t 乗となって、これで終了となります。いいかな？まあ、こんな感じで、まあ、大体がね、平面上になると、速さと加速度の大きさを求められることが多いのかなといった、いろんな問題集やってるね、感じはしたんですが、まあ、厳密にこうやって分かれてはいるので、ここチェックしてもらって、何を求めなきゃいけないのかと。それでね、やり方合ってんのにさ、答えこっち求めてこっち書いてたらバツくなっちゃうから、それもったいないので、まあ、その辺気をつけながらやってみてもらえたらと思います。では、今回はね、平面上の点の運動編やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。